はい、どうも、世界史講師の鈴木祐介です。今回はですね、一度読んだら絶対忘れない世界史の教科書。はい、これはもうずっと売れてますね、発売から。2018年、これ、発売が、ムンディ先生。2018年の夏だって、からですね、ずっと売れ続けて、今もアマゾンランキング1位を爆走中。ね、すごいっすよね、これ。ほんと、ずっと1位だもん。もうさ、あのアマゾンのさ、高校世界史教科書ランキング、教科書参考書ランキングってあるじゃないですか。で、あれ僕定期的にチェックしてるんですけど、あれも1位はずっとこれね。で、それはいいんです。それはいいんですけど、あの、砂糖の世界史どうにかしてくんないかな、あれね。砂糖の世界史学さんじゃないでしょうっていうね。あの、川北先生のやつ。あの、どこだっけ、あの、ジュニア新書の砂糖の世界史が人気なんですよ、ずっと。あれとか、あとね、ナビゲーター世界史の実況中継ずるい。ね。あれほら、1から4巻まであるじゃないですか。あれでずっと上にいるから、あれどれか一つにしてよっていうね。代表でね、一つにしてほしいよね。で、そういうのがあるんで、せっかく僕はですね、新刊書いて、まあ、そこそこ売れてるんですけどね、の上にね、なかなか登れないんですよね。で、今回はですね、このみんなが多分使ってるであろう、このムンディ先生の一度読んだら絶対忘れない世界史教科書と、実は僕のですね、出した新刊マルチトレーニングが相性がいいのでね、相性がいいので、ちょっとそれの併用方法とかね、ちょっとそれを喋ってみようと思います。あの、まずこれの説明ですけどね。まあ、みんなも読んだ人も多いのかな、通読した人も多いと思うんですけど、なんといってもこれですね、読みやすいよね。で、読みやすいことの一つの理由は話がつながってると。で、教科書ってなんで分かりにくいかっていうと、地域が飛ぶからですよね。それを呪術つなぎとこの中で表現してますが、一つの歴史、例えば中国なら中国でざーっと通しでやるわけですよ。そうするとやっぱりストーリー、小説みたいになるから読みやすい、頭に入ってきやすい。さらに年号を使わないと。もうこの切り口はね、やられたって思いましたね、ムンディ先生はね。そりゃ売れるわという、なんかさ、すごくキャッチーだもんね。で、しかも実際それ分かりやすいと、で、ムンディ先生この前書きの中で、書いてましたけども、結局歴史的なものとかですね、お話を語るときに数字っていうのはノイズなんだと、あとはね、意外とこれちゃんと受験対策っていうことも考えているのか、文化史もちゃんと載ってるし、さらにはですね、年号も載ってんだよね。いやー、いいですよね、これ。で、これね、結構使ってる生徒も増えてきました。あの、中田の あっちゃん、あの、オリエンタルラジオのあっちゃんは、これを元に動画出してね、非常にバズってましたね。確かにそう、今改めて見たらさ、この、ほら、正立のこのタイトルって、あっちゃんの動画と同じですね。はい。これとね、マルチトレーニングがなんで相性がいいかっていうと、正立が似てるんですよね。マルチトレーニングっていうのは、文章と地図と年表で同じ単元を参集するっていう参考書なんですが、正立が教科書と違うの。教科書順じゃないんですよ。教科書の通史順じゃなくて、各国別なんです。アメリカ史、イギリス史、インド史という風になってます。ちょっと目次を見せますと、ほら、こんな感じ。ね。で、これってまさにムンディ先生の発想と同じなんですよね。呪術つなぎなんですよ。だから、このマルチトレーニングをやりたいっていう人はさ、もちろんね、動画ついてるから、動画聞きながらやってもらえれば通信を理解もできるんだけど、動画をじゃなくて紙ベースでってことで理解したいっていうことであれば、このページね、このほら、まとめ部分をやる前に、ムンディ先生の本で理解をすれば、ね、通信ではなく、各国ごとの流れをインプットする上でこれいいじゃん。その後でこれで覚えるというような形でこう補い合えるんじゃないかなって気がするんですよ。これで理解して、で、これで覚えるっていうさ、でそこにさらに僕の動画も解説してますから、それ回せれば鬼に金棒じゃないかなって気がしますね。という意味で、このムンディ先生の本は本当にいい本だと思うんで、もし持ってる人、まあ、改めて買って、それでこの2つを揃えるとは全く言いませんけど、どっちか1つはもちろんいいんだけど、持ってる人はぜひそれと合わせるならば結構これはいいですよと。というのは、世の中にそれ各国ごとの、要はムンディ先生の正立と似たような作りをしている参考書ってそんな多くないからです。確かに斉藤先生の、縦から見る世界史っていうね、有名な本もありますよね。ただ、あれはやっぱりまた、これとは主眼が違うんで、用語が網羅的に載ってるってものではないので、用語を網羅的に覚えたい、ということであれば、まあ、ちょうどいいかなって気がしますね。ぜひね、よろしくお願いします。はい、この動画良かった人は、チャンネル登録、高評価、さらにツイッターもやってますんで、鈴木祐介で検索してもらってですね、ぜひフォローしてください。それではまた。